セシリアちゃんは中国香港の女優、歌手。モデルの長柏文は弟。父親は中国人。母親は中国人とイギリス人のハーフ。幼い時に両親が離婚。おばを頼って14歳の時にオーストラリアに渡る。父の異なる姉、同じ両親の弟二人、母の異なる弟が一人いる。1998年、オーストラリアのムット、 ホルムズカレッジ、ハイスクールを卒業、香港に帰り、陽光レモン茶のテレビ CM で芸能界デビュー、1999年に、チャウシンチー主演の喜劇王のヒロイン役に抜擢され映画デビュー。同年に歌手デビューも果たし、さらに、星願いあなたにもう一度で、香港伝英金像を進む最優秀新人賞を受賞。挿入歌、星ご新願では、 主題歌唱も獲得した。東京攻略での出番は、わずかだったが、中村通る、安倍広志らと共演している。また、韓国映画、パイランでは、ヒロイン役を演じ、チェミンシクと共演。少林サッカーでは、髭を生やした断層で、カレンモクと共に、ゲスト出演している。2002年1月4日に行われた、チャリティーイベント、事前星、輝きひと沈み夜の、 放弾戦車商店費では、車を数台を並べた上を車で飛び越える、スタントにも挑戦したが、着地の衝撃で脊椎の第十二骨を損傷、首を強打、全治数ヶ月と言われる重傷を負った。この件で、ジャッキー・チェンが、このようなスタントはさせるべきではないと主催者側に、大使非難のコメントを出している。2003年、イー・トンシン監督の忘れぬ思い出。 香港電影金像、進む、香港電影金紫茨進む、加護電影殿中立大、進む、演芸動力大、進むの最優秀主演女優賞を総なめにし、23歳にしてトップ女優の座に踊り出る。翌2004年もイートン新ン監督のワンナイト・イン・モンコックで主演。2005年のチェンカイコー監督、プロミスでは物語の鍵を握る絶世の美女。 形成役で出演し、真田広之、チャンドンゴン、ニコラスセイラと共演している。一方でプライベートでは、デビュー当初から様々なスキャンダルやトラブルに見舞われ、ニコラスイラと交際していたが一旦破局し、その後復縁。2006年9月29日にフィリピンで結婚式を挙げた。2007年8月には男児を出産。2008年、 エディソンちゃんの写真流出事件に巻き込まれる。これにより、エディソンとの性行為を撮影した猥褻な、無修正画像が、インターネット上に広く出回ったが、これらの画像は、ニコラス性へと婚姻関係にある最中に撮影された、ものであったため、ニコラスーとの間に収集しがたい事態を引き起こす、ことになった。その後、二0九年十二月まで、セシリアのメディア露出は途絶えた。 香港メディアは、セシリアが第二子を妊娠していると報じ、所属事務所は否定したが、セシリアは2010年5月12日に男児を出産した。出産後はメディア復帰も果たし、2010年7月、チャウシンチーとのトーク番組に出演した。夫であるニコラス聖エとの関係も修復しつつあり、2011年4月17日、ニコラスが 第30回香港電影金像、進む受賞式で最優秀主演男優賞を獲得した際は、夫妻で共に会場を訪れ、夫のスピーチに涙を流すなど、婚姻関係が順調であることを示唆した。しかし、間もなく、破局説が囁ささかれ、二人は別居生活に入る。息子二人はセシリアが面倒を見ることになった。2011年8月、ニコラスと離婚。 2010年10月には翌年公開の旧正月映画最強ことを撮影開始映画界復帰第一作となる。同月には長男のルーカスも共演作無話タの宝でスクリーンデビューを遂げ話題を集めた。翌2011年もスピードエンジェルスにゲスト出演しジャッキー・チェンがプロデュースした時代劇女ドラゴンと怒りの未亡人軍団で主演するが いずれも講習が思わしくなく、ネット投票と映画批評家によって候補が選ばれる。中国のラズベリー賞こと、金層放棄、進むの第3回では、出演した3作が作品賞にノミネートされ、主演女優賞候補に選ばれてしまうという不名誉な事態となり、女ドラゴンと怒りの未亡人軍団で、主演女優賞となってしまった。2012年、7日間の恋人で、 クオンサンウと共演。また、韓国のホジノ監督による中国映画、危険な関係で、チャンチー、チャンドンゴンと共演している。2018年、第三子を出産。父親については公表していない。ありがとうございます。